もっと大人のメイドらしい振る舞いで。坊ちゃま、そんなに私ばかり見て退屈ではございませんか？これは大人っぽく話せたのでは？怪しい。この流れは。そもそもリリスは仕事をしている様子も美しいからな。どこから見ても何をしてても退屈なわけないだろう。何十時間でも見続けられるぞ。やっぱり一生見ていたいくらいだ。ならよかったです。よくないです。坊ちゃまがまっすぐすぎて余裕のある大人の対応が全然できない。次こそは。まずは坊ちゃまの警戒を解かないと。そのためには頼れる大人のメイドアピールです。坊ちゃま、坊ちゃまのお気持ち全てお見通しですよ。怪しい。あれ、私は坊ちゃまを理解していますよとお伝えしたつもりが。まさかお前のことをもっと知りたいと思っていたことも、僕の頭の中がお前でいっぱいなこともお見通しということか。こんなはずでは。図星だな。やっぱり怪しい。またやってしまいました。坊ちゃまと仲良くなりたいだけなのに。君を一緒